眼光の乱れ。将軍の戦、すでに金沢の柵に至りつきぬ。雲下のごとくして野山を隠せり、一行の斜岸の雲上に渡るあり。狩の陣たちまちに敗れて、四方に散りて飛ぶ。将軍はるかにこれを見て、怪しみ驚きて、つわものをして延べを踏まし、案のごとく草むらのうちより三十余騎のつわものを尋ねえたり、これ竹平隠しおけるなり。将軍のつわもの、これを射るに数を尽くして得られぬ。沼の柵の雪辱に燃える国士源義家は、大軍勢で金沢の柵にたどり着きました。義家が見上げる空には、列をなして飛ぶ狩の群れと、突然その列が乱れて狩が四方に飛び去ります。待ち伏せだ。狩が乱れたあたりに伏兵がいる。探し出し、すべて討ち取れ。待ち伏せを見破られたとな。戦の神様と言われるだけのことはあるわい。この竹平、お手並みとくと拝見つかまつった。兵法を学んでいなければ、ここで竹平の策略に敗北していたに違いない。伏兵が野に隠れ潜んでいる時には、その上を飛ぶ狩が列を乱すという。待ち伏せの兵士30騎余りは、義家の手勢の反撃で全て討ち取られてしまいました。